おいす、こんにちは、森です。今回はアイリさん編成協力のもとメタルガルルモンを使って新奥調やっていこうと思います。まず石田山とこちらが遅延体整理立ち延と、あとはアースラブ機器ついております。で、続きまして2体目が遅延4体力キラー神キラーで、上は戦況武器11194の方ですね。次、デフォルメのステラ。これめっちゃ変身形態もデフォルメも行ったり来たりするから、めっちゃ進化素材とかなんちゃらかんちゃら使うわ、素材を。全パラ、遅延4つの HP2 個と、上は帝の武器がついておりまして、次、アースラ。回復強化3つ、遅延2。で、上はリムネの武器がついてます。で、次がキリミちゃん。アシスト無効潜在遅延2個、上はプーさん武器ですね。はい。で、アリエルが、ドラキニコと遅延4つと上エスカマリですね。水着エスカマリの武器です。バッチは HP プラスとなってます。ではやっていきましょう。はい。ということで、じゃあ、やっていきます。愉快な BGM とともに。はい。じゃあ、まずステラ、ウラ、使用し、アースラを変身し、で、アリエリになってるけど、これアリエルね。で、ヤマトサブの方変身して、キリミちゃん変身して、ヤマト変身して、で、アースラを使用して、まずはキー以外を仕留めていきましょう。水で作んで、はい、これで左2体が飛びますよと。はい、で続きましてアリエルを使用して、列組んで飛ばしていきます。はい、じゃあ2列で、はい、これ突破ですね。はい、ということで続きまして2階層です。まずは左にルーレットが作られてきしょいので、しかも指定色なんでね、これをステラのデフォルメで返します。で、ちょっと耐久します。次のターン覚醒無効消せない状態来るので、キリミちゃんのスキルを貯めます。まあ列とか組まなければいいかなって感じですね。ここ消しとかで耐久しつつ、はい、今半分いきました。で、半分時コード食らって、キリミちゃんがもう溜まってるので、このままトップまで削っていきます。列組んで、いや、まあアリエルが強い、まあどっちもどっちじゃない、アリエルも強いし、メタルガルルも強いしって感じだね。水属性、苦手属性があるとはいえどね、言うてね、今回メタルスピーカーに出会うんですけど、敵属性変わってくれるからね。はい、ということでシビには消せない状態ですが、キリミちゃんを使って消せない状態を解除し、盤面が76になり、ステラです。まあ76からのステラ使うとルーレットが外周に作られる可能性があるので、ちょっとそこ怖いですけどね。先にステラの方がいいかもね。で、ガルルモンで無効貫通スキルを使用しながら削っていきます。ここはワンパンできたかな。はい、ワンパンですね、強い。さあ、続きまして4階層です。4階層アシスト無効来るので、まずアシスト無効を回復していきます。アリエルを使用して、じゃあ L 字を2つ組んでアシスト無効を解除していきましょう。意外とこれだけでも火力が出るので、はい、これで半分いきますよと。で、ダメ球いきます。回復力下げられます。回復力もね、そう、吸収目はまあアースラで使用して、回復力も今回新奥調っていうこともあって、回復力4分の1なんですけど、アリエルがね、回復力エンハンスやってくれているので、これが結構助かりますね。回復力めっちゃ高いっす。はい、これ突破ですね。さあ、続きまして5階層です。はい、5階層に関しましては、またキリミちゃんを次使うぞということで、まだ耐久します。ルーレット作られるので、もうルーレットの中から水取り出せばいいかなって感じですね。
はい、ここもひたすらゴゴ消し待機をしていきます。はい、でキリミちゃんのためが終わったらメタルガルルモンからの2列でガーッと削って、まあ、木だけまた残って、はい、でここはアリエルを使用して残りの木を削っていきます。さあ続きまして6階層です。6階層もアマテラスが出た、まあどっちにしてもまあキリミちゃん使ってもいいか、アマテラスが出たらキリミちゃんですけど、で操作時間は気合です。はい、ガルルモン使用して、まあ言ってもつなげればいいんでね、とにかくつなげればいいんで、そんな難しいパズルしなくても大丈夫だと思います。はい、これでまずはコンボ吸収、あ、超えてるか。もうこれ超えて、一発根性、まあ、ギリいかんかな。きついかなって感じですね。はい、で、ここはちょっと待ってますが、待ってますがというか、まあ、これでいけるやろって感じでいかないって感じね。これでいけるやろっていう削りでやったけど、油断しすぎていかなかったよっていう。で、追撃ダメージが足りないので、マイクロムーブになりますが、HP 倍率高く漏れているので、特にマイクロムーブ問題なし。はい、で、セロ&バーチェ。はい、まあ、ひたすらここは削っていきますが、まずステラで軽減を貼って、はい、キリミちゃんで HP を増やしつつ、まず一撃殴ります。貴族性ですが意外と削れて、確か一発半分いけた気が、はい、一発半分ですね。うん、でまあ盤面ちょっとね、キリミちゃんの広げるスキル本当はここで使いたい気持ちもあるが、耐久のためにここで、まあ言っても 5-4 でも全然戦えるからな。はい、これで2列組んでたかな。これ突破ですね。キリミちゃんが 1.5 倍、1.5 倍、ギリ耐えれんか、打たないと。はい、ということで日の角土ですが、はい、ここはとりあえず突破するだけ、突破していきます。列組んで、はい、一撃、まあ2回殴って、まあ、スサノオが出るとちょっと話変わってくるかもしれませんけど、まあ、スサノオじゃなければもうひたすら殴るだけですね。ひたすら殴って、はい、ヤマトを使ったターンで突破できたらなお良いということで、はい、これで突破ですね。 OK と。さあ続きまして9階層、ここでね、メタルスピーカーを引きます。まあ、属性的な相性は確かに悪い。悪いけど、まあ、敵属性変わってくれるんでね。はい、まずは、アリエル使用して、はい、とりあえずシールドを削っていきます。はい、まあ、さっきのあれだね、リーダーのヤマトを使ったターンで削った方がいいっていうことですね。さっきのフロアはね、遅延されちゃうから。でサブヤマト使用し、これちなみにあれですからね、シールド削り終わったら、あの発狂を受け切るので、敵の4ターン目の発狂ね。はい、これで2枚目のシールドを削り、はい、3枚目のシールドを削りに行きます。まあこのスピカじゃなければそもそも一撃で半分までいけるんかなって感じですけど、スピカだからこそここでキリミちゃんを使用して耐久に持っていきます。本当だったら他の敵はもう一発で半分までいって、
半分までいったら消せない状態とか消せない状態来るからキリミちゃん使用するんですけど、その後にね、ここは耐久のためのキリミちゃんですね。はい、こう耐え切りまして、でちょっと待ちますよと。はい、残り1ターンまで。待つ感じが望ましいですが、どうだったかな、これで半分いったんだったかな。まだいかない気がしたが、そうですね、はい、ここで最後の1ターンで、これ突破していきますと。突破しねえわ。これで半分まで削ります。で、半分まで削りまして、まあ、メタルスピーカーが本当に厄介だよね。で、ここで敵の行動が変わりの、消せない状態キーの、はい、盤面縮小キーの、殴られーのと。はい、ステラ使用してルーレット作ってあげて、で、本当はキリミちゃん撃ちたいんだけど、もう一旦待たなきゃいけないと。で、アリエル使用して生成をしつつ、一回列を組みます。まあ、水をつなげとけばいいリーダースキルだからね。はい。で、一旦待ち、削り待ちして、はい。で、キリミちゃん溜まったので、これで盤面も取り返しながら消せない状態を解除して、ここでガルモン使用して突破ですね。はい、ということで回復4つ消しも含みながら、回復力マジで高い、すごいわ。はい、まあちょっと厄介な敵を引きましたが、これ突破です。さあ続いて10階層、初めてメタトロンお目にかかります。初めて見たメタトロン。回復力を初手で半減かなされてリーダーチェンジ、まあここの階層はリーダーチェンジですね。はい、っていうことで、まあ特段これといったことはないんですけど、まあ、削っていきますよと。超根性いくとダメージ無効だったかな、なのでまあガルルモン使用しますよぐらいかな、その他別にって感じです。はい、列で殴ってようやく半分いって、でガルルモン使用して、これで超根性まで引っ張ります。で最後アリエルで突破していきます。はい、オッケーですね。さあ、ということで、ボス回想です。はい、まずは、キリミちゃんを使用してまして、アースラを使用して、さあ、ガウルも使用して、L 字を組んでいきましょう。L 字2つプラス列で。アシスト向こうもあと1ターンまで持っていきながら、はい、これで1枚目のシールドを壊していきます。ひたすらシールドはもう毎ターン壊していきますよと。でこうアリエルで削って、はい、でガルルも打って削って、はい、じゃあアリエル打って削って、はい、ガルルも打って削って、はい、アリエル打って削る。はい、ということで最終本体削り、ガルモン使用して、回復をつけしも決めながらしっかり復帰して突破していきます。はい、これでワンパンですね。この普通のアングリをワンパンできる火力が出るのはすごい強いと思うけどね。さあ、ということで闇を引きましたよと。この外役のルーレットが希少いんでね、水作らなかったりするので、そこに吸い込まれないように気をつけましょう。まあステラが溜まってたらね、ステラで上着でいいんですけどね。はい、ということでまずはアリエルを使用し、まあ、列を組んでいきますと。全体攻撃どうしても入っちゃうので、まあ動画に張っても V は勝手に壊れていくかなって感じですね。はい、メタルガルモンを使用し、はい、これでしっかり2列で削っていきます。
はい、これでもう1回殴ったら V が2個とも壊れそうですね。じゃあアリエルを使用して、はい、タイプ4つ消し決めながら列で、これで V もね破壊して削っていきます。はい、両端 V が壊れました。敵の攻撃が 1.5 倍になりますよ。はい、で残りを削っていきます。まずは半分まで追っていきましょう。はい、これでしっかりメタルガールも乾燥させながら半分までいきました。さあ、半分時の行動ですが、しっかり受け切ってまたステラ打って、キリミちゃん盤面広げて HP 増やしてで削っていきます。確かここの攻撃も結構強いんだったかな。この辺のパターンがいまいちまだ読めてなくて、ここがうん、ここも結構きつそうだよねって感じがする。攻撃力上がった後の攻撃の次の攻撃なのかな。ちょっとまだこの辺が読めないところが多いわ。はい、ということであとは残り削るだけですね。はい、次はラストでガルロモンがたまたまやかったね。アリエルか、アリエル使用してこれで列組んで終わりですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。石田ヤマトがちょっとまあ自陣2枚ということでね使っておりまして、なかなか組みづらいかもしれませんが、やっぱ水属性最強ということで新ダンジョンでもかなり活躍見せてるので、よければ参考にしてみてください。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバイ。